皆様こんばんは。本日もやってまいりました水曜チラチラ作戦のお時間でございます。この番組はキノワンシティ FM81.8MHz でお送りしておりますほかに、リッスンラジオではスマホや PC から日本全国で番組を聞くことができます。この番組は、私小木が主に沖縄にまつわる様々な話題を取り上げまして、そこから問題提起をし、沖縄をより住みよくするための方法を皆様と共に考えていく番組でございます。まあ、さて、今はですね、自民党の、総裁選挙のことが、日々大きく報道されておりますけども、その報道を見てみても、特に沖縄のメディアはですね、何かと基地問題に絡めて報道したがる傾向があるなというふうに思います。今度できる新政権も、沖縄に寄り添った政権になるのかどうか、安倍政権は沖縄を無視したというようなですね、報道がなされているわけなんですけども、ちょっとそういった報道を日々見てみますとですね、さすがにちょっとうんざりするのではないかなというふうに思います。ところがツイッターですとかそういったネットのニュースではですね、明るいニュースも少なからずありまして、先日私が見ていたツイッターの中には、沖縄市駄菓子屋寄り道っていう、そういったお店のですね、ツイッターにこういったことが書かれておりました。それはちょっと冒頭に紹介したいなというふうに思います。今日の夕方、これはですね、9月の10日に挙げられた記事なんですけども、今日の夕方、尾藤中の野球部の学生が私の店にバナナを食べてくださいとたくさんバナナを持ってきてくれました。今日は野球の試合があったみたいでたくさんの差し入れがあったらしく、バナナが余ったので、寄り道のおばちゃんにと来てくれたよ。ありがとう、感謝してます。野球勉強頑張ってねっていうような、そういったですね、本当に心が和むようなエピソードが掲載されておりました。今本当に特に近年はですね、沖縄県内の沖縄県民のモラルが低下して、著しいなという、そういったことをこの番組でも喋っておりますけれども、こういったことをですね、粋なことができる、中学生がいるっていうことは、まだまだ若い人たちも捨てたもんじゃないなというふうに思います。さて、先ほど申し上げましたように、今沖縄県内、日本沖縄県内にとどまらず、日本全国で、自民党の総裁選挙のことが取り上げられておりますけども、その報道の際にはですね、特に沖縄のメディアは、偏った報道が多いなというふうに思うんですけども、県外のメディアを見てみても、沖縄をめぐる報道につきましては、結構偏った報道がなされているなというふうに思いました。ということで、本日はですね、このテーマでお送りしたいなというふうに思います。本日のテーマは、県外メディアの沖縄をめぐる報道ぶりに異議ありという、そういったテーマでお送りしたいと思います。私、沖縄のメディアではだけではなくてですね、様々なメディアを日々、チェックしているわけなんですけれども、先日、9月6日付に、北海道新聞のウェブ版が、こういった記事を載せてみました。菅官房長官がですね、記者会見の場で、岸と沖縄振興はリンクしているというふうに発言したんですけども、これをとんでもないことだというようなですね、報道をしておりましたので、その記事を紹介したいなというふうに思います。記事の見出しが、沖縄振興基地関連、菅長官、辺野古反対派、明白な脅しという、そういった見出しが付けられておりました。では記事の中身を読みます。沖縄振興と基地問題は結果的にリンクしている。自民党総裁選に立候補を表明し、沖縄基地問題軽減担当大臣も兼任する菅義偉官房長官の記者会見での発言が波紋を広げている。政府は沖縄振興は基地問題と関係なく進める必要があるとの見解だが、あからさまに飴と鞭を容認する姿勢を示した形だ。沖縄の基地関係者は明らかな恫喝だと憤っている。菅氏は2014年、新設された沖縄基地負担軽減大臣に就任した。9月2日の記者会見で、出馬会見で、9月2日の出馬会見では、沖縄の基地問題について、米軍北部訓練場の返還などを挙げ、目に見える形で実現したと強調。一方、翌日の官房長官会見では、沖縄の振興策と基地問題の関係が問われ、結果的にはリンクしているのではないでしょうか。と述べた。政府は沖縄振興と基地問題とは関係なく進めるとの立場で、国会でも繰り返し答弁してきた。だが、普天間基地の県外移設を求める尾長武氏が2014年に知事に当選すると沖縄振興予算は減少。
菅氏は2016年の会見で、基地返還の進捗状況によって跡地利用に必要な費用も変わるとして、振興予算と基地問題をリンクしていると初めて表明した。今回の発言は、16日の方針転換を再び示した形だが、首相に直結する総裁候補という立場では重みが異なる。普天間飛行場の名護市辺野古移設に反対する沖縄平和運動センターの山城博司議長は、移設を強行した安倍晋三首相ですらこのような発言はせず、建前を守ってきた。基地を受け入れなければ金を渡さないという脅しで、総裁候補である前に政治家として許されないという、まあ、そういった発言をしているというふうに出ておりました。まあ、これを見たときにですね、まあ、私ちょっと唖然としてしまったんですけども、本当にこういった記事を見てしまいますと、まあ、沖縄の基地問題をめぐるですね、こういったの平行報道はやめてほしいなというふうに思うんですけども、まあ、今読んだ記事にありますように、まあ、この基地問題につきましては、基地反対派の見解しか書かれてないんですね、基地関係者の見解として。まあ、基地関係者の中にはですね、まあ、基地に反対する人も確かにいらっしゃるんですけども、逆に基地に容認する方ですとか、あと、普天間基地の辺野古移設を推進している方もいらっしゃるはずです。まあ、そういった方々の声は取り上げずにですね、ただ単に基地反対、移設反対派だけのですね、声を取り上げて、まあ、このように今回の菅官房長官のですね、発言を脅しだなというように言ってしまいますと、まあ、この記事を読んだ人たち、まあ、菅さんが総裁選に当選して首相になった暁には、まあ、沖縄に対する脅しがなされるのではないかというような、まあ、そういった印象を持ってしまっても私全然おかしくないなというふうに思ってしまいます。まあ、基地反対派だけの声を取り上げるとですね、まあ、沖縄の人は、特に内地の方はですね、沖縄の人はみんな基地に反対しているんだなっていうような、まあ、そういった印象を持ってしまう懸念があります。実は私自身もですね、まあ、13年前、初めて沖縄に来るまでは、まあ、そのように思っていた人間の一人でございました。まあ、私はですね、内地にいた時、まあ、東京と北海道に住んでいたんですけども、まあ、東京に住んでいた時には、まあ、産経新聞を主に読んでおりました。まあ、産経新聞というのは沖縄ではなかなか読まれてない新聞ではあるんですけども、産経新聞は割と基地容認の立場というそういった観点から記事を書いております。まあ、産経新聞の記事を読んでみますとですね、まあ、沖縄には基地反対派だけではないというような、まあ、そういった記事も掲載されていたんですけども、まあ、他のメディアでは基地反対派のことを大きく取り上げられておりましたので、もう沖縄、私が沖縄に来るまでは、まあ、沖縄は結構米軍基地に反対する人が多いんだなというような、まあ、そういった印象を持っておりました。それで実際、13年前ですね、沖縄に移住してきて、いろんな方の話を聞いてみますと、私が、聞いた限りでは、基地反対の人はですね、もう本当少ないなというような、もう内地のメディアが報道しているほどほどですね、多くないなというような、そういった印象がございます。むしろ私はですね、まあ、基地を容認している人の方が多いのではないかなというふうに思ってしまいます。と言いますのも、米軍基地が、米軍基地がですね、まあ、時々開催している、米軍基地フェスタにはですね、もう本当に、沖縄のメディアの告知がなくても多くの人が足を運んでおります。まあ、今年武漢ウイルスの影響でですね、まあ、中止になってしまったフェスタが多いんですけども、まあ、それでも、まあ、基地のですね、フェスタの際には多くの方が、多くの沖縄県民がですね、足を運ぶということもありまして、まあ、沖縄県民の中には、まあ、基地反対派が圧倒的多数だというのは私間違いだなというふうにも言います。まあ、さらに申し上げますと、まあ、私、個人的な感覚ではあるんですが、大体、割合にしてみますと、まあ、基地反対派は1割、基地容認派もしくは賛成派が2割、で、残りの7割の方はですね、まあ、米軍基地については賛成でも反対でもない、まあ、無関心という方ではないでしょうか。まあ、皆さんの周りでは、いかがでしょうか。それと、まあ、私この記事を読んでみて非常に違和感を抱いたのが、基地と、まあ、沖縄振興策をリンクしていて、一体何がいけないのかなというふうに思ってしまいました。基地を、米軍基地を受けている沖縄にですね、まあ、それだけ多くの恩恵を与えるということは、私なら悪いことではないかな、ないのかなというふうに思います。それとこの沖縄振興策というのはですね、何も基地があるからという理由だけで沖縄振興をしているわけではなくて、まあ内地と沖縄の格差を是正していくために、まあ沖縄に多額の予算が国から与えられている、そういった側面も大きくあるはずです。もしこれが基地に完全にリンクしているということでありましたら、何も、
米軍、うん、基地、普天間基地の移設がですね、話題になる前から、この沖縄振興というのがですね、なされていたっていうことは私ないのではないかなというふうに思います。まあ何かを引き受けた代わりにですね、まあそれだけ多くの恩恵を与えるというのは、まあ、私これはですね、まあ沖縄に対する感謝の形ではないかなというふうに思います。かつて歌手の松山千春さんが、まあ、自身のラジオ番組で、まあ、沖縄の基地負担というけども、まあ、基地は沖縄にとっては負担ではなく、貢献だというふうにおっしゃっておりました。私これ全く同感だなというふうに思いますし、その貢献をしている以上ですね、その貢献度の高さによって、まあ、沖縄振興額の、沖縄振興の額が大きくなるというのは、私決して悪いことではないかなというふうに思います。例えば皆様がですね、まあ、引っ越しの際、まあ、引っ越しの手伝いをしてくれた方に、まあ、食事をご馳走するっていう、そういったことがあるかと思うんですけども、まあ、その際に、これをですね、なんか、引っ越しの手伝いと、まあ、食事をリンクさせてるのではないかというような、まあ、そういったケチをつける人はいないのではないでしょうか。私、この、基地問題とです。基地とで、沖縄が基地を引き受けているということとですね。まあ、それから、沖縄振興予算というのは、リンクはしていても、まあ、そういったケチはつけられないものではないでしょうか。まあ、本当にこういったことになっておりますと、もう何もかも、基地にリンクしているのが悪いというふうに決めつけるようなですね。まあ、そういった印象操作がなされている記事だなというふうに思ってしまいました。まあ、こういった記事を、まあ、内地のメディアがどんどん載せてしまいますと、内地の方が沖縄に対する偏見を抱いてしまう、まあそういった危険性が、まあ非常に高くなってしまうということもありますので、まあこういった変更記事はもう本当にやめていただいて、まあなるべく基地問題を取り上げる際にはですね、まあ基地反対派の声だけではなく、基地を容認する立場の方ですとか、普天間基地の辺野古移設をですね、推進する方の立場の声もですね、まあしっかり、載せていただきたいなというふうに思います。そして、この、菅官房長官の発言、沖縄振興予算と米軍基地はリンクしているのは脅しだっていうふうに言ってたですね、沖縄平和運動センターの山城博さんなんですけども、まあ、この方ですね、まあ、実は、脅し以上のことをですね、過去にやっていたっていうことが、私、分かっております。まあ、以前にこの番組でもちょっとその音声をですね、届けたかと思うんですけども、以前、米軍の、まあ、キャンプシュワブのゲートから出てくる車に対してですね、その車の運転手に対して、まあ、サリンド、クルサリンドというふうに、まあ、叫んでいたという、そういったことがありました。まあ、このクルサリンドという言葉はですね、まあ、沖縄の方言で、ぶっ殺してやるという、まあ、そういった非常に物騒な発言ですね。まあ、ちょっと放送コードに引っかからないかどうか、もう心配になるような、そういった意味の言葉ではあるんですけれども、まあ、その時の音声がありますので、まあ、その音声をお届けいたします。それではお聞きください。これから工事車両専用出口から、キャンプシュワブを出たいと思います。ゲートの外はかなり緊張しているっていう話にはなっているんですが、多分ピンとこない人が多いんじゃないかなと思います。よってここでちょっと撮影をしながら出ていこうかなと思っています。検問ですね。検問しています。で、警察の連中と抗議集団がいますね。で、たくさん渡っていますね、警察の人。かなり混乱していますね。声を荒げていますね。声を上げていますね。大きい声で罵声を浴びせています、ね。あんたひどいよ。ね、あんたひどいよ。そういうこといろいろ言ってますね。これが実際そうなんですよ。これサリンのや。こういうことやってます、ね。これサリンのやばや。何のつもりか。何のつもりか。何のつもりか。こういうことやってるんですよ。何のつもりか。何のつもりかべ。何のつもりかべ。何の権利があるんや。何の権利があるんや。ドア開けれ、何様だお前、引き出せ、引き出せ、負けたもんか、ドア開けれ、負けたもんか、返せ、ドアも開けてきます、窓も開けてきます。こういう状態です。カメラを下げます。
はい、聞いてみていかがだったでしょうか。まあ、この時の、動画なんですけども、私の、知人であります、ボギーテトコンさんが、YouTube に、上げております。まあ、この動画の URL ですね、後ほど、水曜チュアチュア作戦の Twitter ページですとか、あと Facebook ページにもですね、上げておきたいと思いますので、まあ、ぜひとも、こちらから、興味のある方は、ご確認いただければな、というふうに思います。まあ今ちょっと興味のある方っていうふうに言っちゃったんですけども、本当にこれひどいことだなっていうふうに思います。で、しかも、ちょっと音声からは分かりにくかったと思うんですけども、まあこの山城宏さんがですね、米軍基地から出てきた車の運転手に対してですね、まあ、サリンド、クレサリンドというふうに叫んでいるときに、車の運転席の窓が開いていることをいいことに、その中にですね、まあ、ドラメガを突っ込んできて、サリンド、クレサリンドというような、まあ、そういったことを叫んでいたんですね。まあ、こんなことさ、耳元でされてしまいますと、まあ、私、その運転手の方、よく鼓膜が破けなかったなというふうに思うんですけども、まあ、こういった暴力的なことをですね、まあ、やっている人が多いというのが、実は、基地反対派の現状でございます。まあ、先ほどから申し上げておりますように、まあ、こういった基地問題を取り上げる際にですね、まあ、沖縄のメディアもそうなんですけども、内地のメディアでも、まあ、基地反対派だけの見解だけを取り上げてですね、基地と沖縄の振興策がリンクをしているのは脅しだという脅しだというふうに報じていたわけなんです。まあ、これ、非常に悪質な印象操作ではないかなという私個人的には思うんですけども、まあ、その基地反対派の中でもですね、今紹介した、音声で紹介した山城宏氏のようにですね、まあ、本当にこういった許せない悪事を働いている人のもの、人を、基地反対派のですね、代表、まあ、基地問題の関係者の代表ですとか、あと、有識者のようにですね、まあ、取り上げているっていうのはさらに悪質ではないかなというふうに思います。まあ、しかも、こういったですね、まあ、基地反対派が、悪質な、悪事を働いているときになんですけども、まあ、そういった悪事につきましては、もう、だんまりを決め込んで、何も報じないっていうのは、まあ、沖縄のメディアの特徴ではあるんですけども、内地のメディアの一部にも、やはりこういった傾向が見られているようです。今紹介しました北海道新聞の記事にはですね、まあ、こういった山城宏氏が過去にこういった風にですね、まあ、サリンド、クレサリンドと叫んでいたことには何にも触れられておりませんし、あと、時にはですね、まあ、これは北海道新聞ではなく沖縄西なんですけども、まあ、山城宏氏が、まあ、キャンプシュアブ内に不法侵入したっていうことを、事実を知っていながら、実は不法侵入しているわけではないっていうような、まあ、そういったですね、もう事実と逆のことを報じていたっていう、そういったことがありました。まあ、こういったことをやってしまいますと、まあ、本当に私、沖縄の実情というのが、沖縄県民だけではなく、まあ、内地の方々にとっても、なかなか伝わっていかないのかなというふうに思います。まあ、ですので、この番組をはじめとしてですね、FM21 で放送されているワンヌームイですとか、まあ、そういった放送の中ではですね、私、こういった、実情、まあ、基地反対派たちがですね、もう基地平和平和と叫んでいながら、実はこういった悪事をやらかしていて、しかも隠蔽しているという、まあ、そういったことをどん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 紹介していきたいと思いますし、もう、今、先ほど申し上げましたように、まあ、この、先ほど流した音声につきましては、ちょっと音声だけでは分かりにくかったっていう部分もあるかと思いますので、まあ、その動画の URL を、水曜チュアチュア作戦の Twitter ですとか Facebook ページに、上げておきますので、ぜひご覧になってください。まあ、水曜チュアチュア作戦の Twitter ページですとか Facebook ページにつきましては、まあ、水曜チュアチュア作戦で検索すれば、おそらく出てくるかと思いますので、まあ、ぜひともチェックしていただきたいなというふうに思います。まあ、先ほどから申し上げておりますように、沖縄の県内のメディ、地元メディアだけではなく、まあ、内地のメディアでも、まあ、本当に沖縄の人たちは、大半が基地に反対している。そして、基地反対派の悪事にはですね、まあ、触れずに、まあ、その人たちをですね、平和の使者のように、祭り上げている。もう正しいことをやっている人のかのように取り上げている。いいことをやっているかのように取り上げている。まあ、こういった、まといないですね、まあ、彼らの言動を正当化しているっていう、そういった報道がなされております。まあ、そういったことをやってしまいますと、まあ、先ほどから申し上げておりますように、まあ、本当に沖縄の実情というのが、なかなか伝わりにくい。沖縄県内だけではなく、沖縄県外では、まあ、何のこと伝わりにくいという、まあ、そういった、ことが、私、非常に懸念しているわけなんです。その私が懸念を抱くというのは、まあ、先ほど申し上げましたように、もう13年前に初めて沖縄に来るまでは、私も実はそういった、偏見を持っておりました。ところが、その偏見はですね、まあ、沖縄に住んでみて、いろんな方と接する中でですね、だんだん、これは間違いだなというふうに気づいたっていう、そういったことがありました。
そういった間違いにですね、もう多くの方が気づいていけるように、まあ、私もこの番組でしっかり情報発信していきたいというふうに思っております。まあ、13年前、私が初めて沖縄に、移り住んできたときに、まあ、沖縄に移り住んできて、車が必要だということで、私は、当時住んでいた、まあ、浦添市の、まあ、近くの、ある中古車店に足を運びました。で、その中古車店でですね、まあ、実際に買った車を納車する際、その納車までの時間はですね、社長の奥さんと、いろいろ雑談をしておりました。まあ、その、中古車の経営者のですね、奥さんがですね、まあ、対応してくれたわけなんですけども、その納車までの間ですね、まあ、沖縄に関するいろんなことを話してくれた、中のうち、まあ、沖縄に来たらここ行ってみてねっていうような、まあ、そういったおすすめスポットも紹介しておりました。そのおすすめスポットの中にはですね、米軍基地のフリーマーケットというのがありました。まあ、米軍基地のフリーマーケットはですね、まあ、毎週じゃないですね、毎月、まあ、第2土曜日と第4土曜日だったと思う、当時だったと思うんですけども、当時は、毎月第2土曜日、第2土曜日と第4土曜日。今はちょっと武漢ウイルスの影響でですね、中止されているようなんですけども、その、月に2回ですね、まあ、フリーマーケットが米軍基地内でありました。そこにはですね、まあ、いろんな、米軍の、払い下げのものが安く売られているので、まあ安いものを求めたい場合はそこ行ってみるといいですよっていうように、まあその中古書店の経営者の奥さんが、私に勧めてくださっておりました。まあ私これ、非常に当時びっくりしましてですね、沖縄の人って基地反対派の方が多いはずなのに、まあ確かに私内地から移り住んできたものですから、米軍基地のフリーマーケットを進めるっていうのは、まあ勇気のいることじゃないかなというふうに思いまして、この米軍基地とフリーマーケットは、まあ、沖縄の地元の人にも勧めているんですかというふうに聞きましたところ、まあ、その奥さんはですね、まあ、はい、みんなに勧めていますというふうに笑顔でおっしゃっておりました。さらに私が重ねて質問をしました。沖縄の人は、まあ、基地反対派が多いので、まあ、沖縄の人にそういった米軍基地のフリーマーケットを勧めると変な顔されませんかというふうに聞いてみましたところ奥さんはいえ全くそんなことはありませんよ、沖縄では特に小木さんのように内地から移り住んできた方たちは沖縄の人は基地反対の人が多いのではないかというふうに思われているかもしれませんけども、まあ、実際はそうではありませんよというふうに教えてくださって、私そこで非常に目が覚める思いがしました。まあ、沖縄に住んだこともないのにですね、メディア報道だけを見て、まあ、沖縄の人たちを決めつけていたということに私深く反省された、深くですね、まあ、反省を促されたということもありまして、まあ、私はその後はですね、もう真っさらな気持ちで沖縄の人と接するようにいたしました。で、そのようにして沖縄の人に、いろんな沖縄の人に、と接した結果ですね、先ほど申し上げましたように、まあ、沖縄県内でも、まあ、米軍基地に強硬に反対している人は非常に少ないという、まあ、そういった事実を知らされました。先ほど申し上げましたように、まあ、沖縄の県内に基地を置くことに反対している方、大体沖縄県民の1割ぐらいしかいないという、まあ、そういったことに気づかされました。その1割の中でもですね、本当に先ほど音声で紹介しました山城宏氏のようにですね、まあ、強硬な手段に打って出ている人はごくごく少数派、しかもその強硬な手段に打って出ている人は内地の人だっていうようなですね、ことを私思い知ったという、そういったことがあったわけなんです。まあ、ですので、まあ、この放送、まあ、日本全国各地で、ネットを通じて聞けるんですけども、ぜひ沖縄を見る際にはですね、まあ、新聞ですとか既存のメディアだけではなくて、まあ、当番組ですとか、ネットなどを通じてですね、もういろんな手段を通じて沖縄を見るようにしていただければ幸いでございます。そして沖縄のメディアだけではなく、内地のメディアにも求めたいのは、基地問題を取り上げる際には、基地反対派だけではなく、まあ、基地容認派、賛成派の声もしっかり取り上げてほしいということをですね、切に願いたいと思います。それでは今週も最後までお聞きいただきまして誠にありがとうございました。来週も水曜日の夜8時半にお耳にかかりましょう。それでは皆様、良い1週間をお過ごしください。ごきげんよう。
これから工事車両専用出口から、キャンプシュアブを出たいと思います。ゲートの外はかなり緊張しているっていう話にはなっているんですが、多分ピンとこない人が多いんじゃないかなと思います。よってここでちょっと撮影をしながら出ていこうかなと思っています。検問ですね。検問しています。で、警察の連中と抗議集団がいますね。たくさん渡っていますね、警察の人も。かなり混乱していますね。声を荒げていますね。声を上げていますね。大きい声で罵声を浴びせていますね。あんたひどいよ、ひどいと言ってますね。そういうことをいろいろ言ってますね。これが実際そうなんですよ。お前サリンのや、こういうことやってますね。これサリンのやばや、なんつもりか、なんだつもりか、なんだつもりか、こういうことやってるんですよ。なんだつもりか、なんだつもりかべ、ドアも開けてきます。窓も開けてきます。こういう状態です。カメラは下げます。